社民党松本駅前での定例の街頭宣伝第434回目の月曜の声でございます。おはようございます。本日は雪が降っております。足元など気をつけてお進みをいただければというふうに思います。松本市において昨日松本市長選挙が行われました。4期目の目指した菅野谷明現市長が53,978票、そしてガウン吉直氏が35,850票、鈴木光雄氏が5,457票という結果で、現職の菅野谷明氏が4期目の当選を果たした、こういう結果となりました。健康づくり、あるいは健康寿命延伸の取り組みが松本市民の皆さんに信任がされたという形になったと思います。そしてまた昨日の当選後のマスコミの取材、あるいは支援者の皆さんへの挨拶の中では、健康寿命の延伸とともに今後誰もが年を取り、そして障害を持つこともあるかもしれない、あるいは介護のお世話になることもあるだろう、しかしそうであったとしても生きがいを持って生きていくことのできる地域をこの松本で作っていきたい、こんな決意も語られたところでございます。昨日の松本市長選挙の結果、菅野谷明現市長は4期目の当選を果たし、そして今後4年間生きがいが誰もが持てる松本市を作っていく、そんな決意が昨日の当選後の挨拶の中で語られておりました。また今日のマスコミ各社の報道を見れば、新人のガウン辰直氏の吉直氏の検討について評価がありました。18,000票まで差が縮まったということについて、当選をされた菅野谷氏にとってもそれは教訓としていくべき課題がそこにはあるという論調であったと思います。当然現職の市長でございますから、さまざまな批判も、しかしそれを市民の声として、そして新たな姿勢の中に生かしていくという謙虚な姿勢が求められているのだというふうにも思います。私ども社民党は松本地区労組会、松本地区高齢退職者の会、あるいはブラック会報同盟、愛女性会議の皆さんとともに、12年前、あるが市政からの転換を求めて松本市政を共に作る会を作って、菅野谷市政を支えてまいりました。今回も14項目の提言を菅野谷市長に対して行い、推薦をし、勝利に向けて取り組みを進めてきたわけでございます。私どもは憲法理念をこの松本市政に生かしてほしいこと、そして脱原発、放射能から子どもたちを守る取り組みを菅野谷さんにしっかりやってほしいということ、あるいは
働く皆さんをはじめとした市民の暮らしを第一に考えた松本市政をしてほしいことなど14項目にわたって菅谷市長に提言をし、そして推薦をして戦いを進めてまいりました。今後も市民の皆さんの声をしっかり菅谷市長に届けながら、まさに共に松本市政を作っていく、そんなことを社民党立場でございますが、新たに昨日の松本市長選挙の結果を受けて決意をしているところでございます。昨日松本の市長選挙が行われまして、現職の菅谷明氏が4期目の当選を果たしました。結果は投票率が 49.89% ということで、昨年の県議選あるいは市会議員選挙よりは若干高めの投票率ということに、おはようございます、なったわけでございます。しかしこの投票率は決して高いとは言えないというふうに思います。菅谷現職が続投を目指すということで、大方の市民の皆さんがこれはこれでもう菅谷さんで決まりだな、まあ、こういうふうに見て市長選挙に対する関心が当初低かったということが影響をしているのだというふうに思います。さらに選挙戦のあり方も、これまでの国政選挙やあるいは県議選などと、県議選や市議選などと比べて極めて静かな選挙戦であったのかなというふうにも思います。候補者が3人でございますから、もちろん遊説者も少ない、本当に今市長選挙が行われているのかというような状況でもあったのかなとも思います。しかし今後4年間の松本氏を何を、そして誰に託すのかということで言えば、私どもの取り組みも不十分であったのかな。松本氏を今後4年間どんな松本氏にしていくのか、そしてそれを誰に託すのかということを、もっといろんな場所でいろんな人と語り合う、そういう機会が必要であったのかとも思うわけであります。また国政における今の政治に対する無関心ということも、この市長選挙に影響を与えているのだろうとも思います。多くの国民市民の皆さんが大きな反対の声を上げてきた安保法制や、あるいは原発反対の声、こういった声があったとしても、何ら耳を貸さない安倍総理大臣、こういったことに対する政治への諦め、あるいは不信、こういったものも松本市長選挙にも一定影響を与えてきたのかもしれません。こういった半分の人が投票に行かないという、この政治に対する不信あるいは諦め、こういったものをなんとか私どもは払拭をして、共に政治を変えていく、その反省の投票率というふうにも考えていかなければならないというふうに思います。昨日の松本市長選挙の結果は、4期目を目指した菅谷明氏が当選をした。そしてそれは菅谷さん自身が訴え続けてきた超少子高齢社会の中で健康寿命を延伸をしていく、誰もが、市民の誰もが健康に生きていきたい、そして生きがいを持って生きていきたい、そ
そういう思いを反映した、あるいはその施策が信用された結果だというふうには思います。一方でがん吉田氏のこの1週間、特に選挙戦始まってからの追い上げがあったというふうにマスコミ各社が報道をしておりますが、そうした市民の声も菅谷市長はしっかりと受け止めて、今後4年間の市政運営をしっかりやっていただきたいと思いますし、私ども社民党も松本市政を共に作る会として応援してきたわけでございますので、市民の皆さんの声を市長に届けながら松本市政を共に作る、そういう立場でしっかり支援をしてまいりたいと思います。さて、松本市長選挙がやられている間は政党の政治活動は一定制限をされることとなりまして、通常行っております月曜の声や、あるいは安保法制に反対する金曜アクションなどはやることができませんでした。その間に5年目を迎えた 3.11 もあったわけであります。昨日3月13日ではありましたけれども、 3.11 から5年目を迎えて、この松本の駅前で脱原発を求める市民集会が開催をされ、およそ500人の方が集会に参加をされました。さらば原発、暮らし方を変えようの代表を務める西村忠彦さんからは、政治が本当に責任を果たしていない、しかし必ず脱原発の春は来る、脱原発の春は必ず来るんだ、このことを信じて運動を続けていこう、こういう呼びかけもありました。そして松本に移住をされた小出弘明京都大学の元助教先生からは、誰もこの福島第一原発の事故の責任を誰も取っていない、今もって10万人を超える皆さんが避難生活を続けている、流浪の旅を続けている、仮設住宅の暮らしを続けている、今ある私たちの日常、多分明日も同じ日常は私たちにはあるだろう、しかしあの 3.11 福島原発の事故によって全ての日常が奪われてしまった、そして本来なら放射能管理区域である場所に100万人の県民が住み続けているという原子力緊急事態宣言のもとに、今もって5年経ってもあるというこの現実、そしてそういった国民の悲劇をありながらも、直接の当事者である東京電力も、そして原発を推進してきた自民党政府も、何の責任もまだ取っていない。私たちは
原発が一度事故が起きればとんでもない災害になるんだという教訓を得た。しかし自民党政府や電力会社はこれだけの災害を起こしても何の責任も取らなくてもいいという教訓を得ている。とんでもないことだというふうに京都大学の小出弘明先生が訴えておられました。全くその通りだというふうに思うわけであります。岩手や宮城などまだまだ復興は途上です。さまざまな課題があるということもこの1週間マスコミの報道などでも伝えられておりましたし、私どもも現地で現地の話を聞いても復興はまだまだこれからだな、こういう感じがいたします。安倍総理大臣の記者会見を見ていてもしっかりやっていくというふうに言葉では言っていますが、予算上ではもう4分の1まで削られ、被災自治体に復興予算がの肩代わりまで求めているというのが現実の姿であります。私たちは岩手、宮城、こういった被災をされた地域の皆さんのまさに人間の復興、暮らしが復興される、そこまでしっかり国が責任を持って進めるべきだということを引き続き訴えてまいりたいと思います。そして福島の原発の事故、これを私たち自身が本当に教訓として生かすことができるのかということは改めて問われているんだというふうに思うわけであります。昨日の集会で福島からこの長野県に避難をされている方がお二人からもお訴えがありました。体が思うように言うことを聞いてくれないような、あるいは福島に戻れば体の調子が崩れてしまう、少しでも放射能から遠いところで生きていく、しかしそれまでの暮らしと同じような生活ができない、そういう状況の中でなんとか自立をしてこの松本で頑張って生きている、そういう人がいるということ、一時もあの地震災害、そして福島の原発の事故を忘れたことがない、忘れられない、そういう避難をされてきている人がいるということ、それが今の5年経ったあの 3.11 から5年経った今の現実だということを訴えておられました。私どもも福島となんとかつながりを続けていこう、こんな思いで毎年いわき市に行ってきています。本当にこの3年間で人の気持ちというものの変化ということにも直接接してまいりました。奈良町は、奈良町は10月の1日から市長宣言が町に帰れるという宣言がされておりますけれども、帰っている人は本当にまだごくごくわずか、それもそのはずです。私たちが行って目の前にあるのは除染をされた土に
詰まったプレコンパックがうず高くあちらにこちらに何千体と積まれている、そんな状況の中でインフラ整備もされていない、お医者さんもない、スーパーもない、一緒に帰る家族もいない、そういう中でどうやって暮らしていくことができるんでしょうか。原子力緊急事態宣言下の下で、だからという理由で、本当なら追加の被曝は年間1ミリシーベルトというふうに国際防護者委員会で決められているんですが、しかし20ミリシーベルトまで大丈夫だ、1ミリシーベルトを目指していく、そういう極めて危険な状況の中で、原子力緊急事態宣言だからといって安全宣言がされる、そういうところに住み続けている、そして避難をしている先でも避難先の皆さんとの微妙な心の圧力があったり、あるいは仮設住宅で孤独死をされていくお年寄りの方がいたり、本当にいろんな思いの中でこの5年間を過ごされてきている、そんな皆さんを目の当たりにしてきました。また福島第一原発で廃炉作業に当たっている労働者の皆さんの声も聞いてきました。極めて過酷な労働現場の中で放射能の値が高いときには防護服を着ていってもわずかに30分とか1時間くらいしか仕事ができないという状況もあるそうです。7000人の労働者が廃炉、福島原発の廃炉に向けて作業を進めているわけですが、しかし実際にその労働者の皆さんが安心で安全な労働環境の中で働いているのかといえば、そうではなくて、例えば安全手当というものが1万円出ているわけですけれども、給料とは別に出ていますが、親会社あるいはから数えて1時、2時、3時、4時、5時、6時の下請けの中でわずかに200円、300円の安全手当しかもらっていない、こんな話も聞かれました。私たちが交流をしている労働組合の皆さんが窓口となって原発労働者相談センターが作られております。この原発労働者安全センターにまさに駆け込み寺となって、日々そういった働く皆さんのお相談にも乗っている、そんなお話も聞いてまいりました。決して原発は収束をしていない、この東福島第一原発がの事故の原因が明らかになっていない、核燃料が今どこにあるかもわからない、毎日300トンの冷却水をかける中でかろうじてそれ以上の核分裂が進まない状況にコントロールされているに過ぎないわけであります。こういった教訓を私たちが 3.11 のから5年経った今、福島の原発事故が今どうなっているのか、宮城や岩手県の被災された皆さんが今どんな状況になっているのか、多くのマスコミはこの1週間はそれぞれの視点で報道をしてくれたわけでありますけれども、改めて私たちは福島としっかりつながっていく、そして原発事故の責任を
しっかり取る、取らせる、このことに私口はしっかり取り組んでまいりたいというふうに思います。昨日は松本市長選挙がございました。現職の菅野谷明氏が4期目の当選となりました。一方で菅吉田氏が1万8000票差まで追い上げる検討をしたというふうにマスコミ各社も報道をされておりました。現職でありますから、そういった批判も私は市長は菅野市長は謙虚に受け止めて、新しい4年をまさに市民の声を聞きながら前に進めていっていただきたいというふうに願うものでございます。昨日は松本市長選挙が行われまして、菅野市長が4期目の当選をしたこと、そして 3.11 から5年が経った中で、もう一度私たちがこの 3.11 の震災が今どうなっているのか、福島の原発事故一体どうなっているのか、そのことに引き続き思いを寄せてほしい、そんな思いを訴えさせていただきました。社民党の松本駅前での定例の街頭宣言、以上をもちまして終わらせていただきます。ご清聴賜り誠にありがとうございました。